せーの、つけらずに、はい、始まりました。ああ、週間経ったぜ。はい、これは、第16回ぐらい。おお、嘘、そんなだっけ。16回や、これが16回すごいな。すごいな、16回ってすごいよ。継続は力なりですね、うん、安定して500。おお、いや、でも、この500がさ、1ヶ月で考えたら週4回でしょ、うん、だから2000回再生だからね。おお、確かにな、確かにな、うん、やっぱチリツモだよ。チリツモ、ほんまチリツモやな、うん、1年って考えたら、4×12 2000×12 だから24000。おお、チリツモやな。少なくとも24000ってことでしょ。やるのとやらんのとでやっぱ全然、うん、チリツモ、やっぱチリツモですね、うん、ありがとうございます、500人の皆さん。森チリツね、森チリツ、はい、この1週間の出来事を、1週間企画をポンポンポンと。ああ、そっか、そうやな。1週間企画ちょっと、まあ、俺前やったからあれやけど、どうやった、やってみて。大変でした。大変やろな。仕事しつつやもんな、誰の場合な、うん、だるかったね。ファミマ回るのがとにかくだるかった、うん、ああ、うん、料理するのが確かに料理だるいだろうな。もうそれしか食べられへんしな、うん、もうなんか頭おかしくなってますね、ちょっと。なんか今考えると、ああ、これちゃんと体調悪くなったから、ね、うん、そうやんな、風邪ひいて悪なったな。そう、ちゃんと風邪ひいた。やっぱ栄養偏るんかな、やっぱり、うん、ふわふわしてましたもん、なんか今思うと頭が。嘘、いやもう全然その体調良くなったとかない、そのアボカドも。あ、体調悪くなりました、最終日。あ、そう、風邪ひいて。あかんな、やっぱりな、何もやる気が出なくて、うん、しばらくそのやる気がない感じが続きましたね、終わった後も。なるほどね。低血糖やったっけ、なんか初めその糖質を急にパンと抑えると、うん、その頭フラフラなるやつも。あ、低血圧。あ、低血圧やったっけ、わかんない、多分それに陥ってたんかな、多分な。でもまあ、これが一応検証だからね、うん、こういう結果になったというか。そうやな、うん、体重も痩せるけど、やっぱ体調も急にそういう風になるか、体調も悪くなるというか。そうやな、うん、楽しかったですけどね、いい経験でした、うん、まあ確かにね、こんな経験なかなかできないよね、うん、できないですよ。確かに YouTube やってなかったらな、うん、そう、毎日アボカドしか食えないって。そうですよね、そんな生活なかなかない。でもまあ痩せたけどね。まあそうですね。でも戻ったでしょ。まあもう1キロ2キロも戻ったんじゃないですかね、多分、うん、俺も、俺さっき45キロだっけ、64.5、うん、ってことはまあちょっと増えたんかな、やっぱ、うん、なるほどね。そうそうそう、これからもちょくちょくなんかできればなとは、うん、そうやな、ですけどね。まあ1週間じゃなくてもね、うん、何日間とか。これ、ほんと競馬生活やりたいから。ずっと言ってますね。そう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 、1ヶ月競馬生活だけで生活できるかみたいな。まあ1ヶ月じゃなくにし、もうそのなんか、例えば東京で、東京競馬場で競馬が開催されてる期間で、あ、まあ1ヶ月半とかあるんだけど、はいはい、その期間とか。なるほどね。競馬でその買ったお金だけで生活するみたいな、うん、いいねとかやってみたいなって思う。なるほど。まあ、言ってさ、やってみたいとか言うけどさ、俺競馬そこまで詳しくないからさ。詳しい人から見たらすごい叩かれそうだから怖い。叩かれんのはまあ怖いもんな。怖い怖い、やっぱ怖いよね。なんかそのいますもんね、そういう、まあなんていうんですか、そういうサッカーでもそうですし、そう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 、競馬とか好きって言っちゃうと、そうそうそう、あんまり良くないんだよね、うん、やっぱ。それこそ俺もアニメとかだったらにわかじゃんみたいなの来ますし。そう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 、そんな完璧に知ってる人とかおらんのにな、うん、そんな別にさ、好きは好きでいいじゃん。なんかやっぱ皆さん、そのやっぱテレビとか見てるから、うん、その好きって言ったらもうめちゃくちゃ詳しくないとやっぱりあかんって感じになるけど、うん、あんなテレビの人だけやからな、なんか言うて。めちゃくちゃ俺悔しいが詳しいって言ってるんだったらさ、わかるけど、ちょっと間違えただけでさ、うん、突っ込むのはわかるんだけどさ、好
きって好きって言っててさ、好きなんですよ。好きなんです。好きです。好きてるんですよ。好きだったら好きだったら詳しくないとあかんのって感じだよ。そうそうそう。そういうのありますもんね。うん、好きイコール詳しい、うん。好きなんですよ。ただ。確かに。ただ好き。それだけ。いやな。いやな。好きだったら。いいっすよ。好きだったら。初めの頃俺らさ、なんかサッカーの動画出したやん、うん、スタジオ行って、そうそうそう試合見てみたいな、あれめちゃくちゃ叩かれたはっていう声つかった、何してるみたいな、楽しかったですけどね、やってるこっちは、うん、それでいいと思うんですけどね、でもあの動画は確かにはってなると分からんでもあれはそうサッカー好きな人からみたいなね、そうやな、うん、ちょけ取ったもんな、ちょっと結構、うん、その知らん俺と翔ちゃんがなんか、ね、なんかこうベベベみたいな技やったりとか、そうそうそう、あれはちょっとなんかまあなるんかなみたいな、うん、あれは仕方ないけど、まあまあね、コメント読む？コメントの質問ちょっと読みますか、はい、うん、クーとラブさんからの質問です、いつもありがとうございます、本当に、まあ、今週の質問、もしも彼女ができたらどんなデートをしてみたいですか、あどんなデート、とりあえず俺はディズニーとか行きたいですね。ああ、わかるね。やっぱディズニーはやっぱ行きたいよね、絶対、彼女は。なんかディズニー行ったら、その待ち時間が多くて、別れるみたいなこと聞くんですけど。え？なんかその待ち時間で、喧嘩するみたいな。喧嘩するみたいな。話が続かないとか。ああ。それはちゃんとファスパスとか取ってれば、ああ。ないんです。待たないんですよ。待たないよね。待たないんですよ。待ちたくないもん。その1時間以上は待ちたくない。意外と待たなかったですもんね。だって1分とか全然15分以上待たないんですよね、そうそうそう、ちゃんとだからちゃんとちゃんとな計画立てていけば、俺今まで、はい、まあ、付き合った彼女とディズニーランド行ったことないの、はい、Cも遊園地行ったことないかも、マジですか、うん、翔ちゃんあるよね、ありますあります、うん、俺もあるな、あ俺はでもそんなディズニーランド行きたいとかよりもなんかカラオケとか居酒屋とか全然そんなもう素朴なデートがいいな、なんか居酒屋とかはもうほんとしょっちゅう行くというか、うん、やっぱ付き合うとなんか非現実的なところにやっぱ行きたいよね、そうですね、あの丸一日二人でいれるんだったら、うん、あその日常から離れた、確かに、そうそうそう、水族館とか、うん、ああそうやな、なんかやっぱそういう遊園地とかね、うん、なんかその仕事帰りとかだったらカラオケとか居酒屋行って、ああ、うん、そっかそっか、そやな、非現実的な、温泉とか行きたいな、あ、あ温泉な、うん、ちょっと一泊して旅館で、そう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 、お酒飲んで、あそれめっちゃしたい、ね、あのなんていう浴衣っていうのだったら、そうそうそう、あれ来て大江戸温泉ってあるんですけど、ああお台場でしょ、はい、なんかもうスーパー銭湯みたいな、はいはい、いろんなもう温泉、水着着て一緒に入れるんですよ、そうなん、あで水着も借りれますし、それはダメだわ、でも俺水着水着着た人がいるんでしょう、ああ近くに、ああダメですね、ダメだ、下半身が嫉妬するってこと、ああそういうこと、下半身がやばくなる、下半身がもう大江戸温泉になっちゃうんです下半身大江戸温泉になるなりますね確かにな、他の人もいるってことでしょ、他の人ももうみんなカップルとかでもう大江戸温泉になっちゃうそれでもあいいな、俺一回婚約とかしてみたいな、あ俺その家族とならあるけど、あそうなん、そう一回だけで、それさ他のさ家族みたいなのも来てた、うん、だからなんかいや普通に男湯と女湯もあるんだけど露天風呂がなんか婚約になってるみたいな、へえ、あ分かれてるけど、そうそう、そのどっちものあれが繋がってるみたいな、露天だけがそう繋がってるみたいな感じで、で露天外出るときはもう必ず隠してみたいな、はい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 、うん、え、でも婚約って普通にもう皆さんタオル1枚、うん、女の人もなんじゃろだと思うけど、やばいよな、やばいっすね、婚約って、うん、ロマンですよ、ロマンやんな、うん、なかなかないよね、でもそもそももうないっすね、東京にないんじゃない、東京にないんじゃないですか、うん、俺もほんと子供の頃だったから、あそっか、昔だったから、婚約ってほんまに男の夢じゃない、夢ですね、ロマンロマン、でもさその若い女の人からしたらさ嫌でしょうね、男がいるって、まあそうですね、でもまあそうやろな、嫌だろうね、絶対見られるもんね、うん、
確かに確かにな、そうそうそう、絶対嫌と思うわ。嫌だよ、俺だったら嫌だもん女の人だったら。なるほど。でもよっぽどその自分の体に自信のあるナイスバディな人ってちょっとやっぱ自分のさ体を見せたいというか、その線を、体の線をみたいな、そういうのあるかもしれんけどな偏見そういうのあるかも。いや、分からんけど女性によってはやっぱ男の人でもさ体バキバキに来たりしとってさ、あ、見せたいっすね、見せたがるやん。やっぱそんな感じの人もおるかもしれんよ。じゃあ次の質問いきます。はい、はい。市販のふりかけで一番好きなのは何ですか？市販のふりかけ？はい、ふりかけ。俺もうあれしかないわ。俺もあれしか知らんねんけど、卵のやつでしょ。ああ、卵のやつ、のり玉ですね。あ、そう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 。あんまそんな種類のふりかけは試してみたことないかな。あの、なんかすき焼きのふりかけがあるんですけど、それ美味しいですね。俺そもそもふりかけを、そうやね、使わない人間だから。そう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 、白米に味付いてほしくないから。あ、でも分かりますわ、ね、ふりかけなんと多分俺中学生のお弁当以来食ってないですよ。俺も多分そうやな、白ご飯は白ご飯として食べたいので、うん、確かにっていうことですね。ゆかりも好きですよ。あ、ゆかりね。ゆかりって名前が可愛い。ゆかりちゃん、ゆかりちゃん、ゆかりちゃんね。これはセシルさんのなんか池袋西武屋上のうどん屋カルカヤさん、あそこは手打ちで均等になってない麺でコシがあり、一度食べたらやみつき虜になります。ご了承してますので食べてみてくださいと、なんか言ってるんだけど。池袋、そう、でこのセシルさんのなんか本当は教えたくないんですがみたいな、あ、おすすめの誰にも教えたくないような あのお店はありますかみたいな。誰にも教えたくないような店、食べ物屋さん、誰にも教えたくないような店。いやー、なんやろうな、その、例えなんやろ、基本教えたがりなんでそうやな、うん、例えば彼女とかおって、うん、いや、やめとこやめとこやめとこうん、誰にも教えたくないお店、逆に教えたいのは行ってほしいみたいな。ああ、俺あるよ、1個2個。あの、地元の新潟にあるんだけど、あの新潟の、まあ、ラーメン屋さんなんだけど、うん、その新潟のラーメンで有名なのがその燕三条系ラーメンって言って、うん、まあ、普通のなんか中華ラーメンにがあるんだけど、麺が極太で、でめちゃくちゃ背脂が乗ってるの、もう背脂ちゃっちゃ系みたいな。あ、それが美味しくてぜひ行ってほしい、その新潟に立ち寄った際は。あ、じゃあ俺もあの山形の、うん、本当にポツンとある大塚屋ってお店が、うん、そこの油淋鶏、油淋鶏、俺世界一そこ美味しいと思います。油淋鶏、世界一油淋鶏美味しい。大塚屋行ってみてください、すごい中華屋さんです。前バイトしてたんですよ俺は。あ、そうなの、うん、行きたいな、その3人それぞれがおすすめしたい店を回るみたいな、うん、そうそう、俺は本当そこを新潟帰ったら絶対食べるっていう感じ、そこのラーメンは。なるほどね、うん、俺はある、俺は中華一番かな誰にも教えてない、だの、だ、教えてあげたい、あ、教えてあげたい店、ま、中華一番。確かにハイボール100円、知らない人いるだろうね。そやんな、行こうと思わないですもんね、なんかどこにでもあるから。そう、そう、あれはマジで、ほんま得やんな、ハイボール100円。ビビるよね、ハイボール100円だもんね。チューハイか、チューハイと、そう、チューハイとハイボール100円、生で200円とか250円だもんね。そう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 、行きつけなんすよ、つけないんすよ。そうでもあれ、店によってハイボール150円だったりするからね。まあな、150円ってもう相当安いけどな、うん、だってもうさ、ハイボール100円だからさ、もう全部もう換算しちゃうもんね。そう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 、中華一番館のハイボールに。
そう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 、まあ、このハイボール300円か、あーこれ中華一番やったら3万円飲むね。そういう風になっちゃったね。なっちゃったな、ほんまに。あそこマジであかんわ。しかも最寄り駅にあるからさ。そうそうそう、あれはちょっとな、知っちゃったな。だってさ、下手にさ変なカフェ入ってコーヒー飲むんだったらさ、中華一番館でハイボール飲んだ方が絶対いいよね。そうやな、そうですね、うん、コーヒーとお酒あったら俺お酒勝つもん。絶対100円そっちの方がいいね。コメント来てます？めちゃくちゃ来てる。そう、何万件ぐらい来てる？1、2、3、4、5万件。5万件、やばっ。ヒカキンさんでもなかなかないんじゃないですか。コメント5万件。ないとですかね。カズと高橋さんは質問じゃないけど、はい、前のラジオでなんか癖みたいな話したやん。あ、それでカズと高橋さんは左に人がいないと落ち着かないみたいな。あ、歩く時も俺もわかるわ。俺も右がいい。だから左に人がおった状態で歩いた方が落ち着く。俺そういうのないかな、特に。俺も基本一人がいいんで。あんまりないかも。俺も、あ、でも俺はあるかもしれない。真ん中がいいって。あ、そうなんや。まあ動画でもそうやもんな、真ん中が。なんかそのタクシーとか乗る時も真ん中がいいんですよ。え、マジで？狭いんですけど。一番嫌だ。車とか絶対後部座席は真ん中がいいんです。マジで、はい、珍しいな。挟まれる感じがすごい。狭いとこが好きなんで。俺も絶対端がいいかな。端がいい。まあ、なんか、持たれられるしな。うん。なんか、ご飯屋さん行っても端っこのテーブルとか端っこのカウンターとかに座るみたいな。わかるわかる。電車とかでも絶対端っこがいいもん。あれ何なんだろうね。あれ多分日本人特有なんじゃない、ちょっと端っこなんか落ち着かん。両サイドに人がおって落ち着かんやな。うん、何なんだろうね、あれ日本人特有なんかな。どうなんですか。そうそうそう、多分そうだよね、きっと。日本人あるあるというか、日本人あるある絶対、うん、だってさ、電車でさ、あの隣、その一番端っこの人がバンって開いたらさ、日本人って絶対こう詰めるやん、端っこに。詰める詰める。あれって日本人だけなんかな、なんじゃないですかね。俺もしちゃうけど、うん、お、すごい。次、辻ちゃんが YouTube デビューだって。とうとう。かごちゃんじゃなくて辻ちゃん。太陽くんの奥さん。ああ、太陽くんの奥さんの。太陽くん好きなんですよね。あのコスモスだっけ。コスモスなんですよ、ウルトラマン。ああ、見てたわ。めちゃくちゃ面白かった。怪獣を倒さないんですよ、コスモスって。あ、そうやったっけ。あ、そっか、返すんか。返すんです、ちゃんと。あ、そういう系やったか。優しいウルトラマン、大ヒットして。なんか子供に悪い影響というか、あれやからかな、殺すのって。殺すって倒しちゃうっていうかな。あ、そうだったか。俺も見てたで。優しいんですよね、コスモス。で、途中でちょっと太陽くんがなんかやらかして活動休止。そうやったっけ。そうなんですよ、確か。あ、そうなんだ、はい、で、その時も出てこなくて、太陽くんはコスモスだけが戦ってるみたいな。なるほどね、はい。それだいぶやらかしてるな。コスモスってすごいんですよ。最初に映画をやって、うん、その太陽くんとコスモスが初めて出会った太陽くんの子供の時からちゃんと映画をやって、その出会いを書いて、そこからテレビシリーズで3年ぐらいやったんですかね。で、映画も3本ぐらい作られて、すごいもう人気なんですよ、コスモスって。あ、そうなんや。でもやらかした。やらかしたんですけど。まあ人間誰しもやらかすことがあるからね。やらかすよ。草薙剛やってやらかした。そうそうそう、そうやで、やっぱあんなさ、やらかすよ、絶対何かしら。草薙剛さんはやらかして、その時の何でしたっけ、プスマでしたっけ。プスマ、な、あの、サンタマリア。サンタマリア。サンタマリアじゃない。あ、ユースケサンタマリア。サンタマリアか。その時にユースケサンタマリアさんが、剛がやらかしまして今出れないんですよみたいなことをちゃんと言ってくれて、うん、そういう風になんか、あ、まあ面白おかしく、あ、やらかしたからってその干されるのはちょっとおかしいなと思うんですけど、ね、そう、そういう風に、まあな、いじってくれる人がいれば。そうやな、芸人さんとかだとね、結構いじってもらえるよね、うん、そうやな。最近その、あ、そうか、あの春日さん、
あやっぱキャラやからそうそうそうみんなからいじられて終わるみたいな、うん、それでいいっすよね。やっぱイメージがあるからさ、なんか普通のさイメージのいい俳優さんがさ、そうそうそう、なんかそういうやらかしてしまったらさ、そうなんだよね、めちゃくちゃ叩かれるよな。ベッキーとかはさ、そう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 、ね、もう終わったよね。だってあのキャラはもう無理だ、ね、そうですね。だってベッキーと春日やってること一緒やのにさ、そうイメージだけでさ、うん、もうなあ、そうそうそう、まあまあテレビにはまあちょいちょい今でも出てるけど、やっぱ昔のようにはやっぱ出れてないというか、確かに CM 女王とかだったもんね。そうですね、全然いいと思うんですけどね、うん、人間だもん、人間だもん、そうそう、まあそうやんな、俺も仕方ない、好きになっちゃったもんはな、そう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 、まああかんけどなあかんけど、まあ許してあげてもいいんじゃないかなっていう。不倫したんだっけ、そうそう、だから相手の、ゲスの極みさん、ね、そうそうそう、不倫が、まあ奥さんおるけど、ああそうかそうか、ベッキーは知ってて、うん、不倫しててんな。不倫って犯罪なの？犯罪ではないんじゃないですか。犯罪じゃないけど、法律的にダメなんですか。まあその道徳的なんていうんだっけ、その慰謝料みたいな、あもらえるみたいな感じなのかな、わかんない、そこら辺の法律は。法律的にはダメなのかな、なんなんですかね。まあでも結婚っていう契約ですもんね。契約違反、契約違反、え、でもそこら辺ちょっと知りたいな。まあでも契約どうなんだろうな。でも仕方ないですもんね、人ですもん。だって付き合うとかってさ、ただの口約束じゃん。うん、はいはい、結婚は書類書くから。そうやな、結婚して不倫したらそれは犯罪ではないけど、道徳的、うん、仕方ないですよ、人だもん。そうそうそう人間だもん、人間だもん。その例えば結婚してて、その旦那さんがそのそういう店、うん、あるやん、風俗的な、そうそうそう、うん、そういう店に行くのは大丈夫なのかな。大丈夫じゃないですか、多分お店ですからね。うん、それ OK ないな。そうそうそう、お金払ってそういうサービスを受けてるから、うん、大丈夫なんじゃない。終わりそうだぞ、ラジオ。大体この流れになったらもう、そう、シューバーもがいて。ため息ついたらもう、大体終わるっていう。いいですか、つって。いや、まあまあ、でもだいぶ、ね。そうそうそう。まあ今から撮影もあるから、はい。はい、そろそろ終わりますか。そうですね。うん、まあ、最後ちょっと濃い話になったけども。そう。それでは皆さん。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。